本日は清水ワカロウィズパーカーズワンマンライブお肉を食べて大きくなろうお越しくださいまして誠に誠にありがとうございます。本日企画者清水ワカナよりこちらに足をお運びくださいました皆様にメッセージが届いております。もう間もなく上映されます。どうぞご覧くださいませ。いくよー。はい、今勢いに乗ってます清水ワカナです。こんばんは。みんな、ワンステージ目、お楽しみいただけましたでしょうか。はい。どう？いかがでしょうか。ここが、どこかわかりますでしょうか。ここ緑が多くてね、空気が、美味しい。はい、ここは、私の地元所沢の航空公園です。今日はですね、来てくださった皆様に清水ワカナよりビデオレターを送らせてもらいます。よろしく。というわけで、少しばかり清水ワカナヒストリーをお送りしようかなと思います。元気がいいね。じゃんじゃん。1984年11月5日、清水ワカナ誕生。命名、若菜、父がつけてくれました。百人一首から取りました。じゃんじゃん。初めての社会。それは家族。ファミリーですね。兄と姉にね、面倒を見てもらいながら、すくすくわんぱくに育ちました。がしかしですね、2歳ぐらいまではですね、私動かず喋らずで結構おとなしい子だったみたいで、もしかしたら今日のワンマンライブのためにその2年間エネルギーチャージしていたのかもしれません。じゃんじゃん。なんとですね、小学校の時1年ぐらいピアノをやっていました。渚のセレナーデまだ弾けません。でもあれが弾きたい。じゃんじゃん。小学校の時の写真ですね。この当時ね、ロックでなしウィっていうのがね大好きだったんですよね。これはですね、サザエさんの歌を踊り付きで歌っていた当時の写真なんですけれども、ちょっとやってみます。チャチャンチャンチャチャンチャチャンチャンチャチャンチャチャンチャンチャチャンチャンイエイ。チャチャンチャンチャチャンチャチャンチャンチャチャンチャチャンチャンチャチャンチャンイエイ。チャ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 イエイっていう、まあ何が面白いのか全くわからないね。このネタをですね、小学校の時クラスのみんなの前でやってちょい受けしてました。じゃんじゃん。
小学校5年生の時に恩師に出会いました、佐藤浩二先生。先生はですね、本当に最後まで諦めない姿勢を見せてくれる、すごく素敵な、今でもね、その思いは忘れないぐらいね、とっても胸に残る恩師でした。佐藤浩二先生です。大好きです。そしてですね、じゃんじゃん、清水若菜ベスト作品持ってきました。わかります？ハテナなんだけど。これ小学校の時の作品なんですけど、ちょっと今日頑張ってね、押し入れを整理したらですね、出てきました。ちょっと開いてみましょうか。作品名ハテナ。ちょっとね、作者の言葉が書いてあるので読みます。私はこの作品は何ができるか分かんなくて、だんだん大きくなっていって分かっていき、最後には何が出るか分かるという本です。作品名のハテナ、何が出るかというちゃんとした意味があります。この作品はアイデアを考えるのにとても苦労して本当に大変だった。表紙と裏を頑張って工夫して面白く書いてみた。少し汚くなってしまったが完成してよかったというコメントでございます。3年3組9番清水若菜作品です。では見てみましょうか。扉がありますね。なんだろうこれ。なんだろうこれ。あれ、なんかついてきた。あれ、なんかちょっとはみ出てる。なんだろうこれ。なんか紙が増えてる。最後のページになりました。ダン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 。ダメよ。ダメ。ダメ。いやー。というわけで、皆さんわかりましたか。これはお尻を見られてしまったというオチでした。じゃんじゃん。中学生時代の私、中学校にも無事に入りました。修学旅行のね、すき焼きの時のお肉です。お肉の写真ですね。中学校時代はですね、テニス部に入っていました。まあ、ちょっとじゃあね、部活動の映像がなかったんで、ちょっと再現してみようと思います。さあ、来い！ナイスサーブ一本！スマッシュ！よっしゃ、ラッキー、超ラッキー！っていう感じでやってました。イエーイ！つってハイタッチするんですよね、勝つと。で、ちょっと失敗しちゃったときは、どんまいどんまい次あるよっていう感じでやってました。じゃんじゃん。続いて、あら、ちょっとたくましいねボディをこれ映してはいけないですね。じゃんじゃん。はい、高校時代はですね、私陸上部に入っておりました。まあ、昔からやっぱりアスリートの憧れでいたので、中長距離これやるっきゃないと思って挑戦しました。これはね、部室でくつろいでる時、これがね、この時一番幸せだったかもしれない。ちょっとこうね、終わった後にね、こう、部活の仲間とね、ぺちゃくちゃ喋るのがすごい楽しかった。まあですね、3年間、頑張った結果、順位は、試合では、下の下でした。じゃんじゃん！そして、19歳の時にですね、高校卒業した後、専門学校に入るんですね。そして初めてバンドを組みます。組みます。ナックルボールということですね。予測不可能バンド。組みました。本当に予測不可能で、ございました。そして、そして、そして、じゃんじゃん！無事にですね、
成人式を迎えられました。どうですか、20歳の私のベストショット、じゃんじゃん。演歌歌手ではありません。そしてじゃんじゃん、29歳清水若菜、今ここにいます。はい、たくさんの人にね、本当に出会えて、たくさんの人に支えてもらい、力をもらい、今日の日が迎えられました。本当にね、もう感謝の気持ちはもちろんですなんですけどもね、まあ、まだ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 、もっともっともっとという思いでね、いつも歌っています。そして清水若菜、これからもね、最高のエンターテイナー目指して歌っていきたいと思っています。はい、最近ね、こう気づいたことがあります。私の人生にとってですね、大事な3つ聞いてください。思い出してます。適当さ、面白さ、真剣さ、この3点すごく大事だなって最近気づきました。なんでこれからも適当さ、面白さ、真剣さ、この3つをね、極めて追求していきたいと思っています。そんなわけでね、これからも皆さん、ワクワクドキドキ一緒にしていきましょう。いい意味で、本当に今目の前にいるあなたの期待を裏切っていきたい、そんな思いで日々 Going my way に精進していきますんで、どうぞお見逃しなく。はい、もう間もなくですね、2ステージ目が始まります。2ステージ目の1曲目にお送りする歌なんですけれども、中学校時代の私のね、胸をときめかせ、ぐっと心をね、掴んでくれたナンバーです。歌詞の中にですね、昨日までの全てを何もかも許せると心が言えるようだ、なんていうね、すごく素敵なフレーズがあるんですけど、清水若菜、そんな人に出会えた時、結婚します、なんちゃって。というわけで、この後もどうぞごゆっくりお楽しみください。バイバーイ。抱きしめたらキスをしよう、君といればそれだけで永遠さえきっとあると信じられる。手拍子よろしく、ありがとう。大げさな言葉ってさえも言えてしまうような、生きれるようなそんな気持ちになれるよ。ありふれてたはずの世界にいつの間にか君がいたんだ。
しよう。昨日までの全てを何もかも許せると心が言えるよな。君と僕のキスをしよう。なんとなくだけど強くなれるような気がするよ。届かない場所も二人でいたなら必ず行けると思うけれど、この不思議な力を形にするのは僕だから、その瞳に映り続けるために、ありがとう。Thank you.
それでは続いて聞いてください。ありのままで Let it go。降り始めた雪は足跡消して、真っ白な世界に一人の私、風が心にささやくの、このままじゃダメなんだ、誰にも打ち明けずに悩んでた、それももうやめよう、ありのままの姿見せるのよ、ありのままの自分寒くないわ、悩んでたことが嘘みたいで、だってもう自由よ、なんでもできる、どこまでやれるか自分を試したいの、そうよ変わるのよ私、ありのままで空へ風に乗って、ありのままで飛び出してみるの、二度と涙は流さないわ、冷たくた息を包み込み、高く舞い上がる想い描いて、花咲く氷の化粧のように輝いていたい、もう決めになって、これでいいの、自分信じて光浴びながら歩き出そう。少しも寒くないわ。
じたことない感覚が欲しい。一つしかないよ声を枯らしたい。金賞の夜空を見たことがあるかい？どこまでも広がる大きな黒、深く深く強く強く、今にも吸い込まれてしまいそうな優しさと切なさと、ほんの少しの儚さと、そうまるで大地を包み込む母のようにね。いつだって僕らのことを見守っていてくれたんだ。だから私だって、時に厳しく時に優しい、雨にも負けず風にも負けず嵐にも負けず、そうどこまでも立ち続けるんだ。その先に最高の瞬間があるって知ってるんだ。どこに行っても何があっても、シャクシャク勇者であれ、自信なんて持てるもんじゃない。